草賀駅は台湾高尾市前員区の中山市蘇寺と中安寺交差点にある高尾都市運行線の駅である。計画段階での駅名は全鎮駅であった。駅番号は R4A。出口1は駅南端。出口3、4は駅西側にあり。出口1にはバリアフリーのエレベーターがある。出口2は早雲南気象に近い。 こちらが描かれた草が道もよりの出口に2016年5月に開業した大六角草が同の影響で開業週の平均乗降客数は過去統計を大きく上回って平日1.3万人、休日3万人以上と高尾都市運の駅で最多になり通年でも上位10駅圏内となった。台湾、高尾市に鈴鹿サーキットパークが5月9日オープンに約1。 ジュースケールの鈴鹿サーキットが登場。カーウォッチ、http コロンスラッシュスラッシュカードとウォッチドットインプレスドット CO.jp スラッシュ DOCS スラッシュニューススラッシュ 20160405751776HTML ハット、花園反転層が間開幕前代主水棒、余一通り結合、連合法、 https://udn.com スラッシュニューススラッシュストーリースラッシュ7327スラッシュ3478046大路格項物中心可否交通欄高度市大進歩大紀元 http://www.epochtimes.com/.b5/.16/.5/.16/.n7899134.htm 高都市運行線化。開業2008年3月11日、台北中日経済文化代表どころ。ありがとうございます。